はい、どうも。です。本日は海に来ておりますので、波がうるさいけど、ひげを伸びてますけどね。日本の芸能界について、かなり昔からですね、言われてるお話をしてみたいと思います。そうですね。ですね。今ならね、なんか理解できるんですけど、日本の芸能界って、これはネットで見た話なんですけど、韓国人かどこか宗教に入ってないと売れることができないって言われてるらしいんですよ。ネットに書いてあった情報なんですけどね、かなり前に見まして、でその前も言いましたけど、夜のヒットスタジオとか出てる人は大体韓国人ですし、多分ですね、すごい。多分芸能事務所はですね、ほとんど韓国人が力持っちゃってると思いますね。でそのどこからどうっていうのがね、僕もちょっと分かんないんですけど、例えば松田聖子が日本人か韓国人かって言われても分かんないんですよ。例えばね、マッチさんが日本人か韓国人かって言われても分かんないんですけど、なんか昔からそう言われてまして、この人韓国人っぽいなっていう人はちょっと分かんないんですけど、こないだ新井なんとかさんっていう人が、逮捕かなんかされて、強制わいせつか何かをしようとしたとしたかなんかで逮捕された時に、韓国の人だったんだみたいな。なんか芸能人って芸名つけるじゃないですか。あの辺も何かこう意味合いがあるのかなみたいなね。これはネットで見た話なのでね、僕は知らないですけどね。だからね、僕はそのこの自民党と統一教会の話までは韓国人の人の方がね、数は圧倒的に少ないはずなんですけど、なんか表現力が豊かだとか、なんかそういう特徴があるのかなとかね、少し思ってたんですけど、なんかこう目立ちたがりの性格があるとか、多分自民党と統一教会がある程度力を持ってて、日本人が売れようとするとですね、阻止するとかですね、そんな力が働いてたりするのかもしれないなと。昔の人でこの人がちょっと韓国系だよっていう人はですね、パッとわかるところで、山口百恵さん、あんまり知らない人なんですけど、あの人は韓国系の何かっていうのはネットで見ましたね。なんでね、かなりの人数いるんだろうな。8割9割そんな感じなのかなっていう印象で、韓国人か創価学会じゃないと、韓国人か創価学会かどこか宗教に入ってないと芸能界で売れるのは難しいよと大昔誰かが申しておりましたので、その話をしてみました。そうですね、あんまりね、
あんまり喋っちゃいけないことなのかもしれないけど、はい、一旦ここで切ります。以上です。